パタヤ、またはパッタヤは、タイにある、特別市、チョンブリー県内にあり、バーンラムーン群のタムボン、ノーンプルー、ナークルア、および、フワイアイ、プラーライの一部からなる、バンコクの東南の165キロメートル、タイランド湾に接するバンコク近郊の、高級リゾート地で、ビーチや、マリンスポーツが盛んである、世界的に名だたる商富街であるとタイ人の間でも、認められている。 もともとパタヤは小さな漁村に過ぎなかったが、ベトナム戦争に米軍が隣のラヨーオン県にあった空軍基地、ウータパを使い、パタヤを米軍保養地として利用し始めたために、開発が始まった。開発は非常に素早く、ビーチ開発などのほか、ゴーホーバーや売春などの西風俗産業が発達した。ベトナム戦争の後、米軍が去りパタヤは強硬に見舞われたが、 その後、特にヨーロッパからの観光客が増え始め、観光産業は息を吹き返した。2001年には、パタヤ市内のすべてのホテルには、使用可能な2万4000室があり、2003、2009年には、タイの北部、中部、東北部、南部の文化を水上マーケットの形で、エリアごとに紹介するパタヤ水上マーケットがオープンした。パタヤ地域には、 サワン・ボリブーンというレスキュー隊を有する過人事前団体がある。映画の舞台にもなっており、1977年の千葉新一主演映画、激殺。邪道県でロケーション撮影された。過剰な観光客の集中から、海の汚染や公害問題など、従来の行政システムでは対応できない問題が生じた。1976年からパッタヤー特別司法が成立。 アメリカのシティマネージャー制をタイで初めて導入したもので、画期的な政策であったが、市長が意見の違いからマネージャーを解雇する事件がたびたび生じ、この政策に消極的な意見も出ている。かつて小児売春が存在し、セックス産業は暴力団をも生み出し、暴力団の溜まり場というイメージを持つこととなった。このため2004年、パタヤの地方紙に、 地元警察当局による暴力団一掃作戦が宣言された。この作戦にはタクシードライバーによるぼったくり事件防止なども含まれている。イの聖地といわれるスネープラザもパタヤにはある。タイ王国の売春も参照。道路鉄道バスロットゥー、バリハイフ島から市内中心部を映したパノラマ写真。パタヤのベエリアはアジアでも有数のビーチリゾートである。 12月から3月は寒気である。雨季の終わりにあたる9月と10月は、例年雨が多くなる。行政観光、ありがとうございます。